舞鶴若狭自動車道、舞鶴若狭自動車道、舞鶴若狭自動車道、舞鶴若狭エクスプレスウェイは、兵庫県三木市の吉川ジャンクションから、福井県鶴ヶ市の鶴ヶ JGT へ至る高速道路、高速自動国道である。略称は、舞鶴若狭道、舞鶴若狭道、舞鶴若狭エクスプレスウェイ、舞イジ道、舞若ワ道、舞若ワ道。2014年、 平成26年7月20日に全線開通した。高速道路ナンバリングによる路線番号は E27 が割り振られている。与川ジャンクションを起点とし、京都府北部や若狭湾岸、峰南を経由して、鶴ヶ JCT に至る。阪神地域と丹は丹後、若狭地域を結ぶ役割が大きい。この道路を利用すると、北陸自動車道と、 中国自動車道や山陽自動車道の相互間を、京阪神を経由せずに直通できる。1995年、平成7年に発生した阪神、淡路大震災の際は、中国自動車道や阪神高速道路などが、神戸や宝塚周辺で普通となったが、この時は、東から西へ向かうトラックが、当時未強用だった、鶴ヶインターチェンジ舞鶴西インターチェンジ間を、 平行する国道27号に終始したことから、災害時における、迂回路としても期待される。当初は、舞鶴自動車道、舞鶴道という名称であったが、2003年、平成15年3月9日の舞鶴東、インターチェンジ小浜西インターチェンジ間の開通に、合わせて、舞鶴若狭自動車道に改称された。なお、法定路線名は、近畿自動車道鶴ヶ線であり、 水田市を起点としている。なお、第四次全国総合開発計画以前は、近畿自動車道舞鶴線となっていた。このほか一部地域では、近米線と呼ばれることがあるほか、福井県では現名省に改められるまでの間、メディアや行政では、法定路線名の略称である、近厚市線、近鶴線だは、鶴ヶ自動車道、鶴ヶ道と呼ばれていた。2014年、 平成26年2月24日には、福井県や南南市町などで作る、海海と歴史の若さ路発信事業実行委員会が、福井県内区間の愛称を一公募し、若ささと海ハイウェイとしている。2010年、平成22年6月28日から2011年、平成23年6月19日まで、共用済み区間の全線で高速道路、 無料化社会実験が行われていた。本州で高速道路無料化社会実験を実施している区間の中で最も距離が長かった。2014年、平成26年7月20日の全線開通により、与川ジャンクションから、鶴ヶ JCT 間の距離が従来の北陸道、名神高速経由に比べて約3 3トル短縮されるため、 北陸道鶴ヶインターチェンジ伊東から中国道西宮北インターチェンジ伊勢に向かう場合には距離が短縮された。この結果、該当区間では従来より料金が安くなった。また、距離的には短縮されていない区間でも最安値のルートがキロ単価の割高な大都市均衡区間を通過しなくなったので安くなった区間がある。さらに ETG を利用する普通車。 軽自動車の場合、大都市均衡区間において割引の適用されない ETC 休日割引が大都市均衡区間ではない舞鶴若さ道を経由する経路で計算されることで割引が要される区間の距離が伸びることにより従来より安くなった区間がある。当初は他の高速道路網と接続しない状態で供用を開始したが1988年の 中国自動車道との接続後は一貫して西側から東側へ順次延伸されている。福知山インターチェンジ舞鶴西インターチェンジ間は1999年平成11年1月8日に4車線化事業が着手されたものの道路高段ミニエー化の影響で先行して工事が進められていた綾部インターチェンジ綾部ジャンクション綾部パーキングエリア間2003年3月 一完成を除き、事実上の保留状態となっていた。しかし、当該区間は、完成4車線の余川ジャンクション福知山、インターチェンジと比べて、事故率が極めて高い状況にある上、全線開通による交通量の増大が想定されるなど上が変化したことから、2013年に再事業化、綾部パーキングエリア舞鶴西インターチェンジは2018年11月3日に、 先行して4車線化され、福知山インターチェンジや部インターチェンジは2021年3月、日本高速道路保有、債務返済機構との協定上の完成予定月、までに4車線化される見込みとなった。また、2019年、平成31年3月29日に、舞鶴東インターチェンジ大分高浜インターチェンジ、間、 大分高浜インターチェンジ小浜西インターチェンジ間の4車線化について国土交通省より事業許可を受けることとなった。売店は正規サービスエリア、六人部パーキングエリア、三方五個 PA に設置されている。24時間営業は正規 SA、三方五個 PA、ガソリンスタンド、レストランは正規 SA のみに設置されており、深夜営業はしていない。 また正規 SA 以北は、北陸自動車道の南城 SA、または、静ヶ岳サービスエリアまで 150km 以上に、渡ってガソリンスタンドないことから、味方ごコピー A にて緊急事用のガソリン、軽油を販売している。福知山インターチェンジ、綾部インターチェンジ、舞鶴西インターチェンジ、鶴が JCT 間は、暫定に車線の対面通行。 構造物の長さは標識に記されているもの。福知山インターチェンジ、綾部インターチェンジ、舞鶴西インターチェンジ、鶴が JCT 間は、暫定に車線の対面通行であるため、上下線で一本のトンネルとなっている。24時間交通量、大道路交通センサス。利用台数は月、約100万台強。特に近年では、北。 近畿と洋歌自動車道の開通に伴って、兵庫県北部の玄関口となったカスガインターチェンジの利用者が急増し、丹南笹山口インターチェンジを抜いて、月20万台の利用を記録している。舞鶴はカサ自動車道自体の利用台数も、約5%前後増加している。2010年、平成22年6月28日の無料化社会、実験開始後、 舞鶴東インターチェンジ大分高浜インターチェンジ間の平均交通量は実験開始前1週間と比較して約3倍に増加した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。